ナタリー・ロワゾーは、フランスの政治家。ナタリー・ロワゾとも表記される。パリ近郊のヌイーシュルセーヌで生まれる。パリ政治学院を卒業する。フランス国立東洋言語文化研究所を中国語専攻で卒業する。1986年、外務省に入省する。1990年から1992年にかけてインドネシア・ジャカルタに配属される。 1993年から1995年にかけて外務大臣アランジュペの秘書室で3時間を務める。1995年から1999年にかけてセネガルダカールに配属される。1999年から2002年にかけてモロッコラバトに配属される。2002年8月から2007年7月にかけてワシントン DC のフランス大使館で 情報サービスや報道の責任者を務める。2007年から2008年にかけて北アフリカ局の副局長を務める。2008年から2009年にかけてケドルセイで中東北アフリカ局の副局長を務める。2009年から2011年にかけて外務欧州問題担当省で人事局長を務める。2011年11月から管理。 現代仮想局長を務める。2012年10月3日から2017年6月にかけてフランス国立行政学院の校長を務める。2017年6月21日から2019年3月27日にかけて欧州問題担当大臣を務める。ありがとうございます。